はい皆さんこんにちは今日も明日も明後日も実践アルノメ実践系英語 YouTuber の坂巾社長です今日も元気よくトイ i クパート5対策の問題見てまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題です まず最初の単語は contact ですこの contact というのは他動詞でこの場合は使われていまして誰それと連絡を取る誰それに連絡をするという意味なんですねよく似たような表現で熟語で出てくるのは get in touch with 誰それさんこれで誰それと連絡を取るという意味なんですね一緒に覚えておきましょう次の単語は within です この within というのは何々の範囲内に何々以内にという意味なんですね例えば within a walking distance といったら歩いていける距離の範囲内にという意味なんですねあと以前お伝えした within というのは中という意味でも使えるという話をしましたよね fromwithin とこうきたら中からという意味で使えますよという話をさせていただいたと思いますはいということでこの場合の within は 以内ににのの範囲内にという前置詞 within でした、はい、それではこの問題今日と一わ分かりやすく解説を加えるコーナーです。Could You have any further questions?Please contact customer service immediately.And your questions will be answered within 24 hours. こうなっています。それでは公文解析いきましょう。 はい。こんな風に実はなってるんですね。ちょっとこれはややこしいんですが、まず、前半部分ですね。このコンマの後ろで、普通の主説の命令文が来てますから、この前の部分はやはり福祉の塊。S'V' があるので、副詞説ということになります。じゃあ中見ていきましょう。この中身は、あなたがさらに質問をお持ちということなんですね。で どうかカスタマーサービスに連絡してくださいっていうこのつながりを考えれば質問があればですよねですので何かここにあってほしい言葉といえば皆さんどうですか ?If という言葉を入れたくないですかねそうですよねもしあなたさらなる質問をお持ちであればカスタマーサービスに連絡してくださいですよねでも If という選択肢が残念ながらないこれで一体どういうことなのかっていうことなんですねはい じゃあ、考えていきましょう。これは実はですね。このもともとの形というのは、どんな形をしてたかというと。if you。if you should have any further questions だったんですね。これは仮定法の。未来という文法項目がありまして。 未来においてほぼ可能性が少ないだろうなと思われた時によく IF 説の中でシュッドという助動詞を使うんですねこれ万が一という感じですもしあなたが万が一お持ちであればということなんですねでそういう仮定法を未来において IF を省略しちゃうことができますで IF を省略しちゃった場合はそのまま置いておいたらダメで疑問文の語順に変えるというルールがあるんですね ですので、if 省略する you should have を疑問部の語順に変えたら、はい。should you have ですよね。ということで答えは should になります。はい。これで万が一さらにご質問が終わりの場合は、という意味になるんですね。ので、カスタマーサービスにご連絡してくださいとこうなります。すぐにですね。はい。immediately は mediate 中間のものがない状態で ということですから中間のものがないのですぐにということでしたよねすぐにカスタマーサービスにご連絡くださいとこうなるんですね、はい、じゃあもう一つも見ときましょうこのはちょっと変わったでそしてという意味じゃないですそうすればという意味なんですね英語のはですね前に命令文が来ていて この命令文の後ろにと切れば、そうすればというニュアンスで使えます。聞いててください。すぐにカスタマーサービスにご連絡ください。そうすれば、あなたの質問は24時間以内に返答されるでしょう。こうなるんですね。いけますね。ちなみに、命令文の後ろにもし OR という単語が来ている場合は、この場合はさもなければという否定の意味が加わります。 何々してくださいとか何々しなさいという命令文の後ろにオアが来た場合は差もなければです。はい、ちょっとととこれも、ね、セットで覚えておくといいと思い思ますちなみにこのアンサーはもともと能動体では第三文型で「アンサー・ユア・クエスチョンズ」これであなたの質問に答えるなんですけどもそれが受け身になっているので目的語が主語の位置に出ていってこれですね「your questions というもともとの目的語が主語の位置に出ていって目的語が「 ここなくなくっだからもともと濃度体は3分系受け身になったから1分系で終わりつまり V の後ろは就職語があるだけと O はなしということになります、はい。ということでこの問題の答えは「万が一」というで「s でこれは家庭法未来という文法分野からの出題でした。 はい。それでは知識が定着する音読のコーナーです。Should you have any further questions? はい、ここで福祉施設切りましょう。Please contact customer service immediately. ここで命令文終わりましたから切りましょうか。And your questions will be answered within 24 hours. こうなるんですね。はい、じゃあ前から意味確認。万が一さらにご質問が終わりの場合は、カスタマーサービスにすぐにご連絡ください。そうすれば、 あなたの質問は24時間以内に答えますよということなんですね。はい、この順番で理解できればもうあなたはネイティブ。それではオンドックスタート。n twenty-four hours. Should you have any further questions, please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Should you have any further questions, Please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Should you have any further questions, please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Should you have any further questions, please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Should you have any further questions, please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Should you have any further questions, please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Should you have any further questions, please contact Customer Service immediately and your questions will be answered within 24 hours. Good job!